ルノー19ルノー19はフランスの自動車製造会社ルノーが1988年から1995年の間に生産した乗用車である19カブリオレ1988年にルノーの全輪駆動の小中型車であるルノー9よびルノー11の後継型として発売された基本デザインはイタリアの名門ジュージアーロが手掛けた 全体的にごくまっとうな設計のモデルであった。1992年5月、マイナーチェンジを実施、グリルを備えたより印象的な顔立ちとなった。マイナーチェンジ後は品質の向上で販売が好調で、ルノーは苦戦続きのこのクラスで初めてフォルクスワーゲンゴルフ等に対抗する戦力を得た。フランス本国での生産は百九十五年をもって終了し、 後継モデルのメガーヌに引き継がれた。トルコやアルゼンチン工場では1999年頃まで生産された。通称フェーズ2へマイナーチェンジ。外装ではフロントトリアを大幅に変更。内装ではダッシュボードのデザインやメーター色をオレンジからホワイトへ変更。レザーシートやアルミホイールを標準装備する最上級トリム、バカラを設定。 フランス仕様のヘッドランプレンズをイエローからホワイトに変更。後継者、メガーヌの登場により、フランスでの生産終了。前期型が、当時のインポーターであった、ジャックスカーセールスの手により4、5ドアのトックス仕様が、計60台程度と3、4ドアの高性能1 6ト仕様をごく少量、輸入していた。 後期型も当時新設されたばかりのヤナセのルノー取扱い子会社フランスモーターズが輸入を計画していたが、それが本決まりにならないままメガールに代替されてしまった。ただし、並行輸入では3ドアの 16S 仕様がわずかに上陸している。3ドアと5ドアハッチバックの他に4ドアセダンのシャマドとドイツのカルマンが手掛けた2ドアカブリオレがラインナップされた。 エンジンはすべて直列4気筒横置きで、ガソリンはオフ 1200cc、1400cc、マルチポイント燃料噴射サイチェシー 1721cc、マルチポイント燃料噴射サイチェシー 1794cc、そして 16S 専用の DOHC1800cc16 バルブエンジンを積む高性能版も用意された。これは、 ルノー発の DOHC エンジンである。ディーゼルは 1900cc の名トターボ付けの2種が用意された。フェーズ11.7リットル5ドア、VF1 バイト 53C フェーズ21.7リットル、5ドア MT、VF1 バイト 53C0507 フェーズ2.7リットル、5ドア AT。 VF1 バイト 53C0207 フェーズ2.7リットル4ドア MT VF1 リットル 53C0507 フェーズ2.7リットル4ドア AT VF1 リットル 53C0207 フェーズ2.8リットル5ドア MT VF1 億5538万508フェーズ2.8リットル5ドア AT VF1553 回0208フェーズ2.8リットル 4ドア MT VF1 億4538万508フェーズ2.8リットル4ドア AT VF1453 回0208ガソリンエンジン仕様がシンガポール、オーストラリア、ニュージーランドなどでも販売された。ありがとうございます。